数がいるんだ。エリオちゃん、どこや。ここだ。おお、よかった。てっきり引き殺してしもうたかと思ったわ。ええから、はよ乗れ。ああ。真島の兄さん、真島の兄さん、ヒリュウちゃん。おい、どこへ行く。勝手に動くな。何があったんだ。うまいことはめられてしもた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。大吾や。なんだって。堂島大吾や。大吾が。おい、勝手に話すな。そこの君も下がりなさい。公務執行妨害で逮捕するぞ。急ぎや、桐生ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも、100億の事件も、安子ちゃんのやつもや。なんだと。このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。さすが兄弟や。部下にええ教育しとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お、親父。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。これなら警察も近寄れんやろ。さあ、行こうか。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。あそこは
さ、行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えへんか。真島。あ？お前、俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。笹井のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口あわらぬ。それをもし裏切ることがあったら、そん時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。笹井の親父を助け出せんか。マジム、脱げや兄弟。昔みたいに殴り合って決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようやんか。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とはちゃう。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうで。望むところへ行くで兄弟。どうしたんや兄弟、もう終わりなんか。もう終わりやっちゅうのか。兄弟、なんや。お前も俺も変わったな。そうか。ああ、昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。
ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はないんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。何やと。お、まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。ま、元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せや、せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんや、そいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。